皆さんこんばんは、山崎定時です。定時の独り言、では早速行ってみましょう。まあ、部屋の中とそして屋外のロケとやったんですけど、ここがビュー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 風でね、このパタ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 するんですよ。ゴムで結んで後ろで、さあ早速ね、つぶやき芋芋あんさんのこれは2階のイートインのコーナーにやってまいりました。イートインですよこれが、ね、見てくださいよこれ、あのなんか懐かしいですね、小学校のこの、教室、それを再現しているようでね。さあ早速その芋あんさん、早速もうこうやって出来上がってますけどね。これもなんかアルミニウム、これはこのままでいいんですか、取れ取らずに、これはとりあえずこう、おっ、奥の奥の奥の奥です。甘い、やっぱりあのー壺でね、こう焼くからこう水分もなんか残って、しっとりとねっとりと甘さが際立つっていうか、おいしい。壺焼き芋芋あんの大東です。芋あんは壺焼き芋専門店で、おすすめは壺焼き芋です。その他に焼き芋羊羹や焼き芋ソフトなどありますので、皆様のお越しをお待ちしています。ところで定時さん、二人で夢探しのミュージックビデオはとてもいい感じですが、撮影秘話などありましたら教えてください。二人で夢探し、こちらのミュージックビデオも、ま、部屋の中とそして屋外のロケとやったんですけど、部屋の中はいいですよね。外は相当寒いですよ。本当にもう、それも風がまた吹いてね。ちょっと髪がね、今まあまあこう短い、ここは短いです。伸びててそこ飛んだ時に、ここがビュー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 風でね、このパタ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 するんですよ。で、あんまりパタパタするからってね、あのメーカーの人がね、ここを輪っかで結ん、ゴムで結んで後ろで。後ろは見えないだろうっつってね、本当にゴムで結んで、もう本当にでもね、寒くてもね、笑顔でね、皆さんに映像と言っていただけるよりね、満足のいく映像が出来上がったんじゃないかなと思います。本当に大変でした。新曲のミュージックビデオの撮影秘話について独り言を言ってまいりました。つぼ焼き芋、石焼き芋とはまた違うそのみずみずしさ、美味しくいただかせて、ね、いただきましたよ。仕上がりはね、思うつぼ、思うつぼ、美味しい。本当に皆さん、なるほど。